そざすけうっかり YouTube 萌え子チャンネル、あみともえです。おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。本日190本目でございます。ふと思ったんですが、旅行に行きたいということでですね、旅行なんですけれども、私は家族旅行というね、結婚してないんですけどね、一回も。いわゆる自分が子供である時の旅行の話の方の家族旅行です。それがですね、記憶だと電車で行ったことがないんですね。で、多分両親があんまり電車移動とか遠くに行くっていうのをしたがらなかったのかもしれないんですが、母と2人では北海道行ったり、結構遠く京都とかも行ったし、いろんなとこ行ってて、父と仲悪かったわけじゃないんですが、割と父が忙しいお仕事であまりお家にいなかったのでね、昔ですけどね、その時ですと、まあ行けても近場の旅行に一泊で車で行ける距離っていうので、一応東京なんで熱海とか、まあ伊豆が多かったですね。あとは山梨県とか千葉とかね。そう、埼玉っていうのはね、泊まりに行ったのは1回だけ記憶にあります。大越瀬とかあっちの方だったかな。あとは何かお仕事関係とか、法事とかね、多分ないんですよね。割と全員親戚も東京の人なので、遠くに行くっていうのがなくてですね、いわゆる田舎がないのもそうなんですけどね。でも一度二度北関東行ったことありますね。あとはお仕事の関係で車で四国まで行ったっていうのをうっすら記憶してて、なんかすごい遠かった記憶があります。名古屋とかね。でもなんだかそれはお仕事について行っただけで、観光した記憶がないです。で、その後なぜか私 MC とかをねやってた時に、まああとツアー的なものとかもそうですけども、自分がいろんなとこに行く、国内ですけどね、そういった機会がお仕事で増えて、で、そうですね、仕事ではそれでは四国、本州、あ、全部行ってますね。北海道、沖縄だけ行ってないかな。九州も行きました。で、その間ってずっと一人旅なんですよね。なのでそういう時のどの SNS でもしたことがなく、ブログとかにもさりげなくご当地キャラクターと写真撮ったりとかしたぐらいでね、あんまり大々的に出してなかった部分があるので、お話できればなと思います。ふと国内旅行したいなと、体験とかしたいです。なんか絵描いて役とかそういう大学行ってたんですけどね。はい、ということで、皆さん行ってみたいところありますか？よかったらコメントお待ちしております。それではチャンネル登録、コメント、高評価、積極的点賛よろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。ではでは。ゆっくり休んでね。